ティモシー・ピーター・ジョンソンはアメリカ合衆国の政治家。所属政党は民主党。サウスダコタ州を地盤に連邦下院議員を5期、連邦上院議員を3期務めた。ティム・ジョンソンはサウスダコタ州リンカーン郡ン関東で生まれた。サウスダコタ大学で博士課程まで治めた後、ミシガン州立大学に進学。同州上院で予算顧問として勤務した後、 サウスダコタ大学ロースクールに進学し、1975年に法ム博士を取得。そのままサウスダコタ州の弁護士資格を得た。州会院議員、州上院議員や州検事補といった公職を務め上げた後、1986年にサウスダコタ州全州選挙区から連邦会院議員選挙に立候補して当選して後、戦を果たした。1996年、 ジョンソンは上院議員選挙に倉害出馬し、共和党現職のラリー・プレスラーを僅差で破った。2002年選挙では、ジョンスーンとの対決をわずか524票差で、制した。2006年12月には、脳動静脈期形による脳内出血で緊急手術を受け、発話がおぼつかなくなるなどの後遺症に見舞われたものの、理学療法や言語療法の成果もあって、9月には、 上院議員として復帰した。2008年に参戦を目指して立候補すると6割以上の票を獲得して当選した。2014年選挙には出馬せずに議員職を引退した。ありがとうございます。